江戸の中心、日本橋です。一番初めに日本橋が作られたのは慶長8年1603年、徳川家康が征夷大将軍になった年です。ここは日本橋の南詰、考察場がありました。考察場とは、法度や掟、禁制など幕府からのお達しを立札に掲示した場所のことです。人の往来が多く目立つ場所に建てられました。向かいには晒し場があり、法度を犯した者が晒し者になりました。橋のたもとに並んでいるのは床屋です。日本橋には様々な人が集まるので、床屋の仕事をしながら不審者の監視もしていました。橋の長さは28間約50メートル、幅は4間2尺約8メートルほどです。日本橋からはぐるりと江戸の町が見渡せます。江戸時代の儒学者寺門政権の随筆江戸繁盛記には、初めてこの都に入り、この橋を渡るときには右や左を振り返って目が驚き奪われる、西の方にいかめしい江戸城が高く立ち、東の方には坂の蔵が数万とあり、緑の瓦が延々と続き、白い壁が連なっているからである、と大都会江戸の様子が書かれています。日本橋の北側は室町、駿河町、南側は通り一丁目、呉服町といった江戸の目抜き通りを結び、江戸っ子だけでなく全国から集まった人々が賑やかに行き交い、江戸の繁栄を象徴していました。橋の欄干に擬星があります。擬星が許されていたのは、江戸では日本橋と京橋、新橋だけで、江戸っ子自慢の橋です。橋の下には日本橋川が流れ、狭い川にはたくさんの船が連なり停泊していました。全国からここ日本橋に荷物が運ばれ、またここから水路や陸路を使って地方へ荷物を運ぶための一大輸送拠点でした。現在の首都高速道路は江戸時代の輸送の要である水路に作られています。日本橋の北詰です。世界最大の都市江戸には800以上の町があり、その入り口の木戸には地震盤と木戸盤の小屋がありました。橋の西側の両岸には蔵が並んでいます。米や野菜など全国各地から船でこの日本橋に運ばれます。地震盤は幕府が防火のために地主自身が町を見回ることを命じ、17世紀半ばに義務化しました。今の交番と自治会と役所を合わせたようなところで、現在の交番の元になりました。屋根の上には火の見櫓と半鐘があり、火事の時には半鐘を鳴らして知らせると、町の火消しが集まり、地震盤に置いてあるまといや火消し道具を持って火事場に向かいました。雑貨を売っている小屋は木戸盤です。木戸盤には地震盤に雇われた通称、盤太郎や盤太と呼ばれる盤人がいました。本来は木戸盤の下働きですが、平和な江戸には大きな事件はめったに起きません。そこで木戸盤は別名商い番屋と呼ばれるように、駄菓子、ろうそく、ほうき、草履などの生活雑貨や、夏には金魚、冬には焼き芋などを売っていました。地震盤は幕府が防火のために地主自身が町を見回ることを命じ、17世紀半ばに義務化しました。今の交番と自治会と役所を合わせたようなところで、現在の交番の元になりました。地震盤内部です。地震盤は道の往来にあるので狭い小屋ですが、3から5人が常時詰めて
事務的な仕事をしました。板の間は留置所の役割もしていました。酔っ払いや泥棒などを捕まえた時には火消しに手伝ってもらって、鉄の輪、ホタに縄をかけて縛り、現在の警察官である八丁張の同心まで万太郎を知らせに走らせました。地震盤は図書所を閉まるのを禁止されており、常に開けて警備をしなければいけませんでしたが、事件など滅多に起こらないので図書所を外して横に立てかけ、その下では将棋などをしていました。地震盤を出ました。橋の東側、黒い木戸の奥には魚河岸がありました。夜明け前に江戸前の魚を積んだ船が次々と到着し、狭い日本橋川は船であふれました。荷揚げされた魚は、はじめに魚奉行が江戸城で食されるための魚を選ぶため、御用と叫んで一番新鮮でいい魚を手書きに引っ掛けて、ただ同然で持っていきました。これはこの土地で商売を許されていることへの上納金でしたが、代わりに魚河岸には冥加金、いわゆる税金はありませんでした。魚奉行が去った後、残りの魚を魚問屋が並べ、魚売りが魚を仕入れて、夜明けとともに天秤棒を担ぎ、威勢よく江戸中で売り歩きました。江戸の目抜き通り、日本橋通りです。大棚が軒を連ねる江戸経済の中心地です。店の前には雨水や井戸から汲み上げた水を防火用に貯めておく樽があります。江戸は火事が多く、一度火災になると大きな被害が出たため、日頃から防火に努めていました。普通の家は板葺きの屋根が多いのですが、表通りにある大棚は防火のために瓦屋根に蔵造りの店構えです。屋根の上には風見をつけた火の見台を作り、用水桶や火消し道具を揃え、さらに火消しを雇う大棚もいました。こちらの屋台は寿司屋です。江戸前の握り寿司を売っています。当時はシャリがおにぎりのように大きく、2、3貫食べたら満腹になりました。魚は江戸前の取れたて、アジや小肌が人気でした。道の真ん中にあるのは団子屋の屋台です。江戸時代に自動車はありませんから、道の真ん中にいくつも屋台が出ていました。またもともと江戸の町は埋め立て地なので、大きな荷物を運ぶための第八車は許可制になっていました。そのため物売りは肩から天秤棒を担ぐなどして売り歩きました。蕎麦屋の屋台が見えます。蕎麦は江戸時代300年の間値段が変わらず16文で、江戸経済の安定を象徴しています。大棚の前に大きな縦看板が立っています。これは路上に建てるため許可制になっていて、70両から150両くらい、現代の1000万円から2000万円くらい費用がかかりました。上江と書いてある店は上江市の工房です。着物に家紋を入れる仕事で、障子に家紋が書かれています。道で桶をぶら下げた天秤棒を担いでいるのは威勢のいい魚屋。四角い箱を2つつけた天秤棒を担いでいるのは薬屋です。空に向かって長い竹竿につけた青いのぼりは寿司屋。頭にかぶる傘をつなげた傘屋。手前の赤いのぼりは紅屋です。日本橋通りと駿河町通りの交差点です。富士山が大きく見えます。角にある大棚は三井越後屋です。駿河町通りの右側に呉服を扱う江戸本棚と、京糸物や袈裟を扱う問屋、左側に
両替商がありました。当時の高級呉服店は客の屋敷に出向いてつけで商売していましたが、三井呉服店は客が店に行って店先で反物を選び、裏で職人がすぐに着物に仕立てました。支払いも現金にすることにより金利がかからず安く済みました。反物は一本丸ごと売るのが当たり前でしたが、反物の切り売りを始めたのも越後屋。雨の日には越後屋ロゴ入りの傘を貸し出して宣伝していました。革命的な商売を始めてここまでの大棚になったわけです。2階の格子窓も手が込んでおり、店の前に立っている看板も大きく繁盛の証です。店の間から奥が見えますが、ここは裏長屋の入り口です。大棚のすぐ裏に長屋がありました。道の端にある木の板は下水溝です。江戸には江戸っ子自慢の水道がありました。当時の水道は玉川上水から水を引き、井戸に水を溜めてそこから汲み上げて使いました。この水道網は現在の東京の上下水道の元になっています。水道があるのは江戸だけなので、水道で産湯に浸かるのが江戸っ子の自慢でした。越後屋と書いてあるのは薬種問屋です。この辺りは薬種問屋が軒を連ねていました。江戸時代は東洋医学が中心で、漢方薬や鍼灸などで治療をしていましたが、この頃にはオランダから西洋医学も伝わり、様々な薬が売られていました。